皆さん、こんにちは。潜在意識タロットリーディングの運勢ももよです。いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録、コメントなどもいつも励みになっております。今日は、前回公表いただきました、週刊リーディング。4月8日から14日までの1週間のリーディングを行っていきます。A、B、C のカードをお選びください。これからカードをオープンいたします。A のカード。 B のカード C のカードピンとくるカードをお選びください。それでは A のこちらのカードをお選びいただいた方、リーディングを始めていきます。まずは、現状ですね。現状2枚。 ジャンピングしたカードとこちら。オープン。ペンタクルのエース、ワンドの5が、どちらも正位置で出ました。何か今、みんなで話し合っている、ワイワイしてるんですよね。ワイワイしてるカード。これは、話し合いだったり、企画会議だったりっていう場合もあるし、えー、ちょっといざこざいざこざが起きてる場合もありますね。そして、そのことによって、A さんにとって、 収入になる話が来ている。A さんにとって収入になる話が来ている。新しいことを始めることで、収入に結びつくって言われています。ね、このゲートも開いてるし。いいですね、現状。では、4月8日から見ていきたいと思います。1枚ずつ出しますね。 それではオープンしていきます。1枚目。カップの7。ジャスティス。ソードの9逆。ペンタクルのページ逆。ペンタクルの8。ザ・チャリオット逆。そしてソードの10が逆です。なかなかにバラエティ飛んだ1週間ですね。まずは、 月曜日。はい。どれにしようかなっていう風にやりたいことがいっぱい浮かんでくるような、そんな日になりそうですね。いろんなことお誘いがあるのかもしれない。これやってみないあれやってみないここに行こうよあそこに行こうよっていうお誘いがね、あるのかもしれませんね。どれにしようって感じ。そして火曜日。ジャスティスなので、月曜日にいろいろ選択肢が浮かぶ中で、 じゃあ、これにしようって感じで選ぶんじゃないかなって思います。A さん、火曜日に選ぶって感じだな。そして、水曜日悩んでいたところから起き上がるっていうカードなので、今までそれを悩んでいたことが、やっと明るくなるっていう、ね、気持ちが明るくなっていく。そう、すっきりするんですよ。で、木曜日、新しく始まることで収入が入ってくるんじゃないかなって思います。 今すぐにじゃないけれども、収入に結びつくようなお話が来るとかね。そういった感じになりますね。金曜日。はい、ペンタクルの8です。コツコツカードですね。この日はコツ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 作り続ける。うん、ものづくりとか、まあこういった動画編集とかもそうですよね。YouTube 制作とか。コツ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 作り続けるっていう日です。そして、土曜日。戦車の逆なので、 ゆっくりペースかなと思います。いつもよりはゆっくりペースで進む。そんな時もあっていいですよ。ゆっくり休んでください。そして最後日曜日、やりきったーっていう何かイベントことお仕事で大きなことがあったんじゃないかなって思います。プロジェクト。それが終わりを迎えたよ。お疲れ様ーっていう感じですね。はい。そんな一週間になりそうです。 では A さんに1週間を通してのウィズダムオラクルからのメッセージいただきたいと思いますそしてもう一つ最近届いたばかりのエンジェルアンサーさんからも1枚いただこうと思います A さんに1枚ください1週間オープンピースそして フォーギブネスいいですね。綺麗 A さんこの時期は穏やかで平穏にそして許しなさいって出てますね。これはお相手様のことかもしれませんし自分自身を許すっていうことも大事だって言われてますね。なるほど。そしてお選びいただいたこのカードなんですけれども借金 金返済っていう意味があるんですよまあこれはあの、名前の通りの意味もあるし、もしくは4月なのでね、お子さんの入学金で、これこれこうで、苦面しなきゃいけないっていうものの、親御さんから援助があったとか、何かのこう、相続、ご家族の相続でお金が入ったとかね、そういったこう、憂鬱だったこと、苦面しなきゃいけないお金が、なんとかクリアになったっていうカードが、 伝えています。いずれにしろよかったですね。平穏、平らな心でっていうところがテーマになっています。素敵な一週間をお過ごしください。以上で A さんのリーディングを終わります。ご視聴いただきありがとうございました。では B さん、こちらのカードを選びいただいた方、リーディングを始めていきたいと思います。まずは、現状ですね。 オープンワンドの7、ソードのエース逆。なんか今 B さん頑張ってますね。頑張ってる。自分が傷つかないように守ってる感じがします。4月に入ったから新生活でちょっと防御してる部分があるのかもしれない。自分が傷つかないようにね、人前であの初対面で新しい人間関係ができるときにあまり自分の 素顔を見せてない感じがしますね。そしてもう一枚は、ソードのエースが来ているので、何か始まることがあるって言われてますね。お仕事面。うん。何か始まることがあるよって言われてます。詳しく見ていきましょう。一週間。今週一週間ですね。 はい、出ました。では、オープンしていきます。カップの5。カップのキング。カップカップ来てますね。ソードの3逆。ソードの6。うん。ペンタクル7。ザ・ハーミット。そして、ザ・ムーン。 ほー、面白い並びになりました、一週間。まず月曜日。ちょっと過去を変わり見てますね。壊れたコップを嘆いている。こぼれた水を嘆いている感じがします。うん。何かあったんですね、B さん。でも大丈夫。ここから一週間スタートなので。ね。だってもう、火曜日にカップのキングが出てますもん。 あれは思い過ごしだっていうのが気づくんですよ。過去を帰り見ていても、1ミクロンもいいことありませんからね。今ここに生きてください。今ここに集中する。そのことであなたはカップのキングになれます。満たされています。どーんと椅子に座っています。で、水曜日。そう、嘆いていたことを、月曜日と同じことなのかわからないけれども、 今まで心配だったこと、くよくよしていたこと、ストレスが溜まっていたことから、ようやく解放されるんですね。これが水曜日です。よかったです。木曜日。そしてあなたは、今いる場所から離れるんですね。騒動の6。そう、船に乗って、向こう岸に行くんですよ。どこに行くんですかね。どこに行くのか。もう今いる場所まあ人間関係も含めて、違うところに行きたくなってるんですね。金曜日。 ペンタクルの7、じーっと収穫を待つ。そう、育つのを待つんですよね。この日は、待つ仕事、人の返事を待つってこともあるかもしれないですね。連絡を待っているのに、一向に返事が来ないとかね。そういうことを待っているのかもしれない。そして土曜日は一人になります。これは別にあの、孤独ではなく、自ら一人になってるんですね。自ら一人になって、研究したり、学んだり、 自分一人でしかできないことをやるっていう風に出ています。一人時間大切ですからね。うん。二匹の犬が月に向かって吠えてるんですよね。いつもは気にならないのに、この二匹の犬が気になるってことは、このムーンは何か吠えたいのかもしれない。B さんにとって吠えたくなることがあるのかもしれない。例えば、寂しいよとか、早く来てよとか、 何かお相手さんに対して伝えたいことがあるんだけど、なかなか伝えられないっていうふうに見えますね。では、この一週間を通して、ウィズダムオラクル、そしてエンジェルアンサーさんから一枚いただいていきます。メッセージ。オープン。 エクスチェンジングギフトと、超ザーニューディレクション。なるほど。まずこちらのチェンジングギフトは、循環のカードなんですよ。持ちつ持たれつみたいなね。片っぽだけが偏ってちゃダメで、まだ幼い頃にね、子供同士で、プレゼント交換っていうのをやったじゃないですか。ああいう感じですね。これをあげるから、これをもらえる、みたいな。そう、バレリーナと猫ちゃんが、 やり取りしてますけれども、商売の基本もエクスチェンジングギフトなんですよ。私もタロットリーディングのお仕事してますけど、タロットリーディングするっていうことで、対価でお金をいただく。これはどちらもイコールなんですよね。お金が偉いっていうことではなく、タロットをする、して、えー、リーディングする行為とお金っていうのは対価であるわけなんです。その部分をよく理解してほしいって思います。 そして、ちょニューディレクション。新しい選択を選びなさいって言われてます。そう。だって、ソードの6が出てるからね。新しい方向に行きたいんですよ。そう。行って正解だって言われてますね。なるほど。最後にお選びいただいた B のカードなんですけど、どうたあなたの質問の答えはですね、あなたの娘さんが持っているよ、知っているよっていうことを言われてるカードなんですけど、 これは実際にお嬢様の言葉が今の B さんのヒントになるかもしれないし、お嬢様がいらっしゃらない方は、まあ息子さん、もしくはお子さんのように可愛がっているめいっ子さんとかおいっ子さんとかね。うん。はたまたペットさん。ペットさんは言葉喋れないかもんだけかと、伝わるものってあると思うんですよ。そう、ペットを介して得たもの、ヒントがやってくる。 そんな風に言われています。素敵な一週間をお過ごしください。以上で B さんのリーディングを終わります。ご視聴いただきありがとうございました。はい、それでは C さん、こちらのカードを選びいただいた方、リーディングを始めていきたいと思います。まずは現状ですね。オープン。 ワンドの十そしてザ・エンペラーが出てます。正位置でガツンと。A さん、B さん、C さん、全部現状でワンドが出てますね。まあ4月だから、情熱、やる気を持って望んでいる方も多いんだと思います。その荷物がね、この週、現状で重くなってますね。重荷をちょっと、 プレッシャーもあるのかな ?C さん。ね。そのプレッシャーは、ザ皇帝の位置についているから。ね、チームのリーダーになっているから。っていう意味もあるし、上司、社長などから圧力をかけられているっていうこともあるんじゃないかなって思います。うん。じゃあ、一週間見ていきましょう。 7枚出していきますねはい出ましたでは1枚目からカップの九逆ワンドのページソードのクイーン逆ペンタクルの九逆 カップの4逆ワンドのナイト逆ペンタクルの6ですうん、なるほどまず月曜日から見ていきましょううん、なんか間もなくシーさんの願いが叶うよって言われていますこの時点でし初っぱなからね、月曜日から間もなく願いが叶うようないいことが起きますね そして火曜日、すごくやる気になってくる、新しい物事が飛び込んでくるんですよね。こちらワンドのページは、メッセンジャーっていう意味もあるので、そう、これやってみないあれやってみないっていう。 新しいオファーが来たりするんですよ。いい情報が入ってきますね。そして水曜日、ソードのクイーン逆が出てるので、ちょっと神経質なピリピリした女性が近くにいるんじゃないかなと思います。そう、仕事場で、職場で、ビジネス面で、そういった方が近くにいるんじゃないかな。で、ペンタクルの9、逆。うん。木曜日は、 豊かさが入ってきそうですね豊かさが入ってきそう,そうすぐにではなくてもあこのことが豊かなことにつながっていくんだ、ね、収入につながるんだっていうことが入ってきそうですねそして金曜日はマンネリの打破って言われてますそう今までちょっとこうマンネリ化してるなっていう物事、まあ、例えば人間関係も同じ人ばっかりとか恋愛関係もなんかマンネリしてる っていうようなことが、新鮮に感じることが起きるのかもしれない。そして土曜日です。ワンドのナイトが逆で出てるので、これから果敢に挑むことが出てくるのかもしれない。出発する、移動、冒険っていうような意味もあるので、なんか旅行の計画を立てるとかね。うん、そういったこともあるのかもね。で、日曜日、循環のカードが出ています。与える、何かを してててあげるるっていうことが出てるのかな、日曜日。曜お友達や助けてほしいっていう人に手を差し伸べているようなそんなカードですねでは1週間を通して C さんにメッセージいただきたいと思いますエンジェルアンサーからも1枚くださいオープン コクリエイト・アバンダンダスいいですね。豊かさのカード出ました。はい。まずコ、コクリエイトは共同創造ですね。それぞれ違う動物たちなのに力を合わせて、 一つのものを作り上げるんですよ。それはお仕事であったり、趣味であったり、習い事であるかもしれないけれども、何かを作り上げるって出てます。そして豊かさにつながるんですね。アバンダンス。これ綺麗なカードでしょ極上の幸せって感じですよ。へえ、ー。いいですね。最後お選びいただいたこちらのカードは、ニューホーム。新しい場所。新しい家に引っ越すっていうカードなんですよ。 まあ4月なので、本当に新しい家に引っ越すっていう方もいらっしゃると思うし、あとは拠点を変える、今までいた事務所、職場、部署の移動だったり、あと習い事も変わって教室が変わるっていうこともあるかもしれないですね。いずれにしろ、新しい何かとの出会い、C さんにとってすごく うん、アバンダンスにつながる、豊かさにつながるよって教えてくれています。ねそれは共同創造の場所なのかもしれないですね。共同創造の場所。へえー、いいですね。4月にぴったりじゃないですか。はい。素敵な一週間をお過ごしください。以上で C さんのリーディングを終わります。ご視聴いただきありがとうございました。少しでも当てはまっていると思う方は、高評価、チャンネル登録もお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。